意外と知らない人多いですね。どういう記述問題なのかっていうのを説明しますね。いわゆる説明問題と呼ばれるやつですね。はい、私がそうでした。早めに出題形式は知っておくことです。さあ、では始まりました、もてつチャンネル。さあ、今回なんですけども、そうですね、ちょっとワクチンの副反応で冷えピタ状態なんですが、まあこれ気が散ると思うんで、ちょっと取ってやろうと思います。今回のテーマは国公立大学の問題と、なんか裏返ったな声が、と私立大学の問題ですね。どういう風に英語の問題って違うのっていうのを話したいと思いますね。まあもちろん受験生だったらもう当たり前知ってるわ、そんなの。はいはい、もうそんなもん、いろんな問題見てきて分かってるよって思うと思うんですよ。でも、意外と知らない人多いですね。で、まあ普通だったら、高2とか高1だったら知らない。だからまあどっちでもいけるように、まあ基礎固めみたいな感じの勉強をしていく人が多いですよね。まあ予備校の教材とかもそうなってると思います。で、高3になったら、まあそれぞれのコースに分かれるみたいなところが多いですね。まあ予備校のこの浪人生だったらもう完全に朝のね、行くコースからもう分かれてるって感じだと思うんですけど、意外と知らないんですよ。まあ浪人生は失敗してるからもう知ってるんですけど、高校3年生でもとりあえず勉強してるけど、過去問とかも見たことないと。まあ今9月の末ですけど、まだ見たことないですっていう人もすごく多くて、出題形式を知らない人すごい多いんですよ。出題形式ぐらい知っといてくださいね。はい。で、本当に国立大学と私立大学の英語の問題の違いを全く意識しないで勉強していく人が多いので、なんでちょっとそういうのを方々のためにやっておこうかなと思います。まず、まあ国立大学の方を説明していくと分かりやすいとは思うんですよね。やっぱ国立大学といえば記述が多いっていうのが特徴ですよね。それは英語だけじゃなくて、現代文とか社会とかね、理科でも記述が多くなる。それに対して私立だとマークが多いよっていうのは、まあよく言われることだと思うんですが、じゃあ英語どういうふうに、どういう記述問題なのかっていうのを説明しますね。まず和訳問題ですよね。和訳問題って次第そんな出ないですね。そもそも次第ってすごいいっぱい入るので、人数が。採点するのめっちゃ大変なんですよ、和訳問題とかってね。それに対して国立の方だったら枠がだいぶ少なくて、採点するのはそんなに大変じゃないので、で、和訳はいっぱい出ますね。まあもちろんそれ大学によるんですけど、結構有名なとこだとね、たくさん枠があったりするとこもあるじゃないですか。だからたくさんね、採点しなきゃいけないっていうとこも実際はあったりしますが。で、あとはやっぱり記述だとその、本当の力が見えるっていうね。そう、マーク式だとさ、本当に分かってなくてもね、当たっちゃうなんてこともありえますから、だからそういった点でも記述が重視されたりしますね。まあまあまあ、それでね、共通テストに記述式入れようとかっていうのはあったんですけど、共通テストの場合は莫大な数あって、教授たちが採点するわけでもないから、不公平だってことでなくなりましたね。ということで、和訳問題が出ます。次第はもちろん出るとこもありますよ。出るとこもあるけど、がっつり出すところは本当に少ないですね。まあ中央大学もだいぶ減ったし、短くなりましたし、訳す部分がですね。まあ青学とか出るところはまだあったりするとは思うんですが、やっぱ難関大でガンと出すって言ったら、まあ慶応文。まあ同志社のね、一部もあったりしますが、慶応の文はもう本当国立みたいにがっつり出すって感じですよね。きちんと構文を取って、そして文脈に合った訳を作り上げるなんていうのが求められたりするわけですよ。だこういうことも知らないですね。次第志望なんだけど、一生懸命和訳の参考書やるとかですね、学校の和訳の教材を一生懸命勉強してて、いざ次第の問題見てみたら全然出ないし、こんな内容一致の勉強とかしてないよとかっていう人が出てきてしまう。内容一致だけに。で、もう一つですね、非常に大きな問題というのが、いわゆる説明問題と呼ばれるやつですね。これがやはり国立の問題に出てくることが多いものですよね。いわゆる説明問題っていうのは、この下線文の内容を説明しなさいとかってなってて、本文中からその指すものを持ってきて、その該当箇所をまあ訳すとか、該当箇所が複数ある場合はそれをまとめなきゃいけないとかっていうやつですね。はい、こういった問題が出る。で、この説明問題の勉強をしてなくて間に合わないって人がすごく多いです。自分は国立志望だからって言ってですね、一生懸命和訳ばっかりやって説明問題を解かないとかやってないっていうので痛い目見るっていう人はすごい多いですね。なんか参考書とかでもそうじゃないですか。和訳問題って探さなくていいから、ね、線引いてやるからもうそのままやるけど、説明問題なんかもう探すのめんどくせえわってなっちゃってほったらかしにしてるって人多いですね。空欄にしたまま、空白にしたまま参考書進めちゃってるなんて人いますよね。はい、私がそうでした。
何を隠そう、めんどくさかったから。でも慶応文学部だからやんなきゃいけないんです、説明問題は。勉強しましたけど、最終的にはこの説明問題っていうのがあります。まあそれに絡めてね、要約問題が出るところとかもありますよね。まあ、少ないけどね、要約問題を課すところはね。で、長さもバラバラだし、出題形式も、ね、ちょっとやっぱ東大は東大っぽいのしか無理でした。対策イカシカは全然違うし、長さがとかね、バラバラになってるって感じです。で、あとは英作文ですね。そうです、やっぱり英作文が出るのが国立大学の特徴って感じですね。特にやっぱり和文英訳、中英作だけでなく日本語を英語に直すっていう、翻訳するっていう力ね、これ非常に国立大学だと出るところが多いですね。私立だととっても少ないですね、出るのが。なんで出てもすごい短いものっていうのが多かったりします。なんでやはり国立は大変。そして、なんといってもやっぱり自由英作ですね。自由英作出すところはすごく限られるよね。早慶でもマーチでも一部しか出さないで、非常に少ない学部しか出さないんですけど、国立大学だったら、まあ和文英訳か自由英作どっちかがあったりとか、両方あったりとかすることがほとんどですね。なんでやっぱり国立大学っていうのは記述力。これをつけなきゃいけないっていうのが大事になります。で、これがとにかく間に合わないっていう人が多いので、なるべく早く始めましょう。で、和訳がある人っていうのは、やっぱね、構文。高2まででね、どれだけ構文ちゃんと完成できてるかっていうのは差になるっていうのはもう分かってます。もう自分自身教えてきてて、高2までに構文の勉強が一通り済んでる人っていうのはやっぱ強いなっていうふうに思いますね。やっぱ高い点取る人多いよ、本番でも。で、あとは国立はまあ様々な問題があるね。内容一致だったりとか。いわゆる皆さんが勉強するネクステとか、ああいう文法問題、独立の文法問題っていうのはめちゃくちゃ少ないですね、国立では。まあ会話中に穴埋めがあったりとか、長文中に穴埋めがあったりっていうのはありますけど、独立で出すところっていうのはかなり限られる。で、私立でも実際は減ってますね。独立で出すところ、総計もすごく少ないですね。まあ、慶尚とかが有名ですけど、で、あとはまあ、私立だと正誤問題とかってね、出すところも難関大では増えてきますね。間違い探しです。で、内容一致に関しては両方出るところがありますね。私立でも国立でも。これもやっぱりね、ちゃんと勉強しておく必要がありますよ。対策やっておかなきゃ。ただただ一文一文読んでいくっていう練習だけしてて、ね、内容一致、この該当箇所をこう照らし合わせて答えを見つけるとかっていうのができない人がものすごく多いですね。で、文法誤法問題、穴埋めはできたけど、長文中にあるものができないとかね。そういう勉強してこなかったんですって人が多いので。まあ、とにかく、早めに出題形式は知っておくことです。もちろん基礎できてなきゃダメですよ。基礎がないのにそれやったって解けないですから。まず基礎をやって、そして自分の取材形式に合った勉強をするっていうのを意識してください。はい。で、基本的にはまあ多くのね、このチャンネル見てる人は知ってるよそんなのって思ってるかもしれないですけど、多くの高校生知らずに行ってます。今この段階でも高3の受験生でも知らない人たくさんいるので、ちょっと注意喚起しておきました。はい。ぜひこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、 TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり独自かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。